日本人なら誰もが知る聖徳太子さんですが、近年聖徳太子さんもまた平家と同じようになんか名前を変えられたりとか、下手したらもう存在しなかったみたいな、そういう風潮流れになってますので、まあ聖徳太子さんの名誉回復、存在してたということも続々とやっていきたいと思います。今回は旗氏さんのことについてなので、旗氏さんの説明をしていきたいと思います。旗氏さん結構有名なんですけど、なんか最近の風潮風評の方で、なんか秦の始皇帝がどうのこうのとか、半島だとか、さらにびっくりするのがペルシャ人とか、ちょっと現実離れしすぎて、歴史的状況を考えたらそれはないやろっていう、そういうお話をよく聞きます。旗氏さんも琉球国からやってきた琉球人です。でよく一般的に言われる旗氏さんたちが帰化人であるということも、まあ結局琉球国という違う国から来たので帰化人ということになります。こちら沖縄にある石碑なんですけど、旗氏始祖カンナ・ペーチンの墓碑と書いてありまして、この親雲上って書いてペーチンって読みます。でカンナ・ペーチンの、まあ旗氏始祖カンナ・ペーチンの家紋がこれです。今回は私の宣伝をさせてもらいます。10年ぐらい前に大阪市の天王寺区の区政会議員とをやってまして、でその時に自分の知り合いの知り合いの鶴山さんっていう人が、当時大阪市で誰一人として知らなかった真田丸という、その文字の書かれた地図を発見しまして、私の知人である中尾さんにそれを、その地図をコピーをバトンタッチしましてですね、で私がそれを中尾さんから見せてもらいまして、それが私と真田丸の最初の出会いで、まあ、その後 1,2 年かけて地域でめちゃめちゃいろんなことをプロデュースとかいろんなことをしまして、でその結果話がどんどんどんでかくなっていって、NHK 対外になって真田丸が全国になりました。真田丸が大河ドラマになることを待たず、私の方が自分の先祖、まあ、琉球国、ドラゴンの国の琉球国の沖縄の方に、移住というかやってきまして、でそこで私は何をしてたかというと、実は当時から真田幸村が生きていて、琉球国に来て江戸幕府からその創作というかそういうものが出てるという薄い情報を聞いておりましたので、ずっと真田幸村の後を追っかけて琉球沖縄の歴史を研究していました。そこで分かったことがいっぱいありまして、かなりの高確率で真田幸村が琉球国に来てたという証拠がいっぱい揃いました。これをもってして歴史的な話とは別に、まあ、NHK 大河ドラマで素晴らしかった真田丸の、まあ、パート2というかファイナル、まあ、今後スターウォーズみたいにエピソード0とか、ターミネーターみたいにビギニング、あれはバットマンかみたいに、そういう風にいっぱいいっぱい増えていくかもしれないし、まあ、今回ファイナルで終わるかもしれないんですけど、大阪の陣の後真田幸村は生きていて琉球国に来て、そして琉球国で最後を迎えたという、そういうプロモーションを現在水面下、かなり小さいところ水面下で進めております。